はい、こんにちは、かいもりです。今日ですね、アメリカから日本へ、少しお土産だとかプレゼントを、送る時の、方法を、紹介したいと思います。で、アメリカには、大体その運送するサービスっていうのが3つ大きなやつがあって、1つは日本でいう郵便局の、USPS で、もう1つが UPS、という、サービスのカンパニーが一つ。で、あとはフェデックスっていうやつですね。この USPS っていう、これは政府が管理している会社ですね。で、あとの二つは、プライベートの会社になります。はい。で、小包、どのくらいの大きさだとか、どのくらいの速さでっていうので、この三つの会社、選ぶ、メリットだとか、あると思うんですけれども、自分が送る程度の、そのプレゼント程度の大きさだとか、その搬送するスピードをですね、どのくらいの速さで到着するかっていうのはですね、別にそこまで速さを求めてないので、なのでいつもこの USPS っていう郵便局を、使ってるところです。多分この他の UPS と FedEx は、多分スピードが違ったりだとか、なんかすると思うんですけども、私は実際は使ったことがありませんので、今回説明をするのは USPS というやつですね。これを説明したいと思います。で、郵送するやつはですね、この T シャツですね。この1、2、この3枚ですね。これを日本に、ちょっと送ろうかと思っています。で、アメリカから日本に、送る場合はですね、もう国際郵便になりますので、このような、記入用紙を、必ず使わないと送ることはできません。で、これはどこから手に入れるかというと、最寄りのですね、アメリカ国内の、郵便局に、これ置いてありますので、これを入手をして、これに記入をするということですね。私は一応念のため、いくつか、この予備を持ってるんですけれども、このフォームの名前が2976の R ですね。これ記入するということです。で、これ記入をする前に、一応、この送るものの、大体の重さだけですね。そこまで正確じゃなくてはいいんですけども、一応大体どのくらいかなっていうのは把握してた方が、記入する際には簡単にスムーズにいくと思います。自分のこの場合は3枚で1パウンドなので450グラムですので、1枚あたり100ちょっとグラムっていうところですかね。はい。それではまた別なモニターで記入用紙の説明をしていきたいと思います。はい。それでは用紙に行って説明をしたいと思います。基本的にはこの色が違ってるところですね。この用紙の中の。ここは確実にものを記入してくださいということになります。それじゃあ左上からいきます。Sender's Information というのは送り主となりますので、ここには私の名前を書いていくということですね。フルネームなので、浦島太郎というふうな感じでいいと思います。念のためですね、センダーズテレフォンナンバーということで、自分の携帯電話なり家の電話なりをここに記入するということですね。はい。で、アドレス1にはストリート名まで、123のメープルアベニューとかそういう感じですね。で、ここのシティは、自分の住んでいるシティの名前になります。はい。で、このステートは、ニューヨークだとか、ニュージャージーだとか、アリゾナとかなりますね。あと、ジップコードは、自分のポスト番号ということになります。はい。で、このアドレスイズインフォメーションっていうのは、受け取り手の住所になりますので、ここには、送り先の相手の名前を、書くということですね。ここ、桃太郎というように書くということですね。一応電話番号を知っている場合は、ここに電話番号を書いておくといいと思います。知らない場合は、空欄でも大丈夫かなと思います。はい。で、ここの最初のところは、ビジネスネームってなってますので、ご家族とか友達に送る場合は、ここは記入しなくていいということですね。で、このまたアドレス1は、同じように123の、並木通りのシティ、世田谷だとか、日野市とか、そういうふうになりますね。で、ステートが東京都だとか、神奈川県とかっていうふうになりますね。で、カントリーはジャパンです。で、このポスタルコードっていうところも、しっかり書いておいた方がいいですね。はい。ここが郵便番号、書くことになります。そして、シップメントインフォメーションっていうので、いろんなカテゴリーありますけれども、プレゼントで送るんであれば、このギフトっていうところですね。ここにチェックを入れて送るということですね。はい。
で、ここの2番目、一体内容はどんなものが入っているのかということですので、ここでは、今回は私は衣類を送りますので、T シャツ。で、ここには枚数ですね。ここ3枚数。で、重さですね。私はさっき測ったら自分のこの内容物は1パウンド、450グラムほどでしたので、ここは1ポンドに1と書いて、オンスは何も書かなくても大丈夫ですね。で、この商品の総額、いくらぐらいだったかっていうのをここに記入をします。50ドルだったのか60ドルだったのかということですね。そして下のここにも、その金額の総額ですね。例えば衣類だったり、コップだったりってなると、ここのリストはこう多くなって、トータルどのくらいですかっていうのがこう、書かなきゃいけないということですね。何ですか、重さもしわからなかったらですね、適当って言ったら変ですけども、適当に書いて、で、郵便局に行ったら、はかりで測るので、その時に違いがあれば、係員の人がここを書き換えてくれるということになりますので、そこまで神経質にはならなくて大丈夫かなと思います。そしてこの右側なんですけれども、右側はちょっとこう専門的なことがバーって書いてあるので、ここは何も記入しなくても大丈夫ですね。はい。で、あとここのセンダーズシグネイチャーですね。ここに名前とその日にちを書いて終わりということですね。はい。では、いよいよ郵便局やってきたんですけども、小包みはこんな感じになります。段ボールで送ると思いきや、もうこんな紙の、このぐらいのサイズの小包みで送ります。で、この裏に個人情報が貼ってあります。こう中央に送り先と送り主の名前。で、こっちの左上の方に、私の住所と氏名ですね。が貼ってあるという状況です。はい。で、この申告用紙も一緒に持って行ってください。現地に並びながら書いてもいいんですけども、やっぱりこう時間のある時に余裕持って書いた方がいいかなという感じですね。はい。で、これを送る際なんですけども、こう送る方法が2つあって、ファーストクラスというやつとプライオリティというやつになります。で、このファーストクラスっていうのは早くは送れないけども、料金が若干安いというやつと、プライオリティっていうのは速達ですね。料金は若干高いけれども、その分早く着くというような感じの、この2つの方法になります。で、このファーストクラスっていうのは、ただ条件があって、1.8 キロ以内、のもの、またはその内容物が4万円以下の価値のものが、そのファーストクラスに適用されるということですね。で、それ以上、になりますと、自動的にプライオリティという、送信方法と、なりますので、今回私の小包みは1パウンドしかありません。で、中身も4万円以下のものですので、ファーストクラスで、トライしてみようかなと、思いますね。今までの経験上、ちょっとそのファーストクラスもプライオリティも、そのファーストクラスですね、やったことが、ありませんでした。もしかしたら意図的にな、もしかしたら自動的に、小包みの大きさによって、ファーストクラス、またプライオリティに、勝手に係員の人が、分けてたかもわかりませんけども、自分で意図的にファーストクラスにはしたこと、ありませんでしたので、今回ファーストクラスで、トライしてみたいと思います。はい。はい。では今終わりました。全く問題なく、作業を進みましたね。申告用紙、分厚かったんですけども、あれ何枚かコピーになっていて、これがコピーの一つですね。これを受け取ると。で、あとレシートをもらって、ファーストクラス、できました。で、ファーストクラスで27ドルだったので、2700円ほどで、450グラムの、小包みは、送れるということですね。あと、どのくらいで着くかっていうのはちょっとわからないんですけども、アメリカから日本に、今回ぐらいの大きさの小包みを送ると、このぐらいの料金でかかるということでした。はい。これがまた参考になりましたら、嬉しく思います。それではまた皆さん、さようなら。